1月8日の火曜日、草津市の玉川小学校に地元の大人だけでなく子どもたちや地元に住む海外からの留学生が参加する防災訓練が行われました。まずは防災かまどベンチを利用した炊き出し訓練です。かまどベンチは地震などの災害時や非常時に座る部分を外して炊き出し用のかまどとして利用できるベンチです。訓練は留学生や子どもたちが中心となって進められました。災害が起こった時にまず大事にしたいのは自分だと、自分を大事にするんだと、自分を大事にして余裕ができたらその周囲のお友達ご近所の方を助けに行こうと。で次は公助ですね。で自助公助が常に基礎になっているんだと、こういうことをやらせていただいてます。非常食を作るためにかまど部分に薪を入れお湯を沸かします。かまどで沸かしたお湯を注ぎ15分待つと温かい五目ご飯が完成。お待ちかねのランチタイムです。火事とか地震とかが本当にあったりとかしたらあれがよく活用できるなって感じました。震災の時とかにあれできるように頑張りたいです。次に災害頭上訓練ディグが行われました。ディグは英語の災害、想像力、ゲームの3つの言葉の頭文字を取った地域住民参加型の防災ワークショップです。実際に自分たちが住んでいる地元の地図に普段から見聞きしている情報を書き込み、楽しく議論しながら地域の災害に対する強さや弱さ、地域防災力の可能性や限界を明らかにしていきます。同じ地域に住んでいるのにほとんど会話をしたことがない人同士でも互いによく知っている地元の地図が共通の話題となり会話が弾んでいるようです。ディグ開始からおよそ1時間グループごとにまとめた結果をみんなの前で発表して訓練が終了しました。その場自体がもう楽しくできているんで、もうそれが楽しかったらもう何回も何回も繰り返してみんなでなんていうかな、いい雰囲気で話し合える機会が増えていくわけじゃないですか。そういう意味でも素晴らしい企画やったと思います。いろいろなところに避難する場所があってそれを知る機会にあってよかったと思います。南草津においてはコミュニティ力が本当にすごい強いっていうことを改めて確認できました。まあ、その周りにですね広い、まあ、一時避難所となるそういった場所も、まあ、多くありますし、ただですねこういったことを小学生や、まあ、その留学生らは、まあ、多分分からないっていうことがありまして、こういったきっかけを通して、まあ、その学生たちが学んでいたことは多分大きな経験となってまた学習となって、これはですねまた口伝えとなって他の学生に広げられることができれば今回のワークショップの一番大きな意義じゃなかったかなというふうに思っております。地域には様々な人が暮らしています。お年寄りも子どもも外国人も、地域のみんなが一緒になって訓練を進めることで住民同士の絆が深まり減災力や防災力が高まっていくのです。